今回は何やんの。宿女を倒したいと思います。あの稲妻にいるやつか。はい、そうです。早速始めていきましょう。はい、どのキャラでいきますか。僕はやはりちょっとこの岩主人公で、まあ、なんかここでなんかね、なんか違うキャラとかにすんのもちょっとそうまあいや、ここでいきましょうか。はい、頑張るぞ。来るぞ宿女。震えてるじゃないみたいなやつだよもうそれしか、この冒頭のインパクトが。ほらね、震えてるじゃない恐怖。それとも恐怖。そうです。もういきなり元素爆発させて、シールド貼って、いけ。この元素爆発の回転率とか、ベネットがいるからバフがすごい効いてるね、うん、熱い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 。この回転率見てくれ。ゴリゴリいきますね。ゴリゴリいけるよ。これがマルチプレイの醍醐味やね。そうですね。さあ、うん、これじゃねえ、なんか蝶々みたいなのが舞うんだよ。蝶々あった。あ、オッケー。でも樽が取ってくれてる。あ、どこだ。ちょっと熱いのやだ。俺は熱いのが苦手なんだ。おい、今邪魔なんだごめんなさ い, いや邪魔っちゃった。全然全然いい。さあ、チクッとチクッと、いわいわい、蝶々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 あ、今だ。行け。この俺のシールドを持って、シールドとこのビビダル攻撃力の槍を持って、回転率を上げた元素爆発と極力ヒットポイントに重きを置いて、シールドを固くして、もうご利用した。行け。体力減ってもベネットいるからなんとかなるんだ。そうですね、回復してくれるから。さあ、行け。割とまあ。割と楽ではあるな。やばい、まずい。やばいやばい。暑いよ。暑いの苦手なんだよ。俺、暑いか寒いかで言ったら寒い方が好きだな。確かに。着ればいいですからね。そうなんだよ。脱いだらさ、脱いでも暑いじゃない。そうですね。ほら、これ収まるまで待つしかない。さあ、そして姿を現した時がお前の最後だ。あ、やばいやばい。あ、怖い怖い怖い。もうこれスリップダメージ気にしなくていいかな。でも一応進んどこ。さあ、叩き込め。いけ。またこれかい。お、誰か死んだ。誰かスタッフ2が、スタッフ2がタルタリアの絶命が聞こえた。よくも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 俺のなんだ、北国銀行をATM 誰がお金払ってくれるんだ。ふざけんなよこの野郎。いけ。救済はいらないの。チリも残さん見たか。やった。報酬もらおう。報酬消費して、よし。なんか来ないかな。あ、割とこれいいんじゃない。2つ来てる。あ、でも生物星5 2つ来てるからいい方だね。うん、はい。そんなこんなでね、今回は宿女に挑戦ということで、はい、どうでしたか。いや、僕本当にマルチでこの岩の主人公を使うのめちゃくちゃ久々だったので、うんうん、普段もっと育ててるアタッカーを使うんですけど、うんうん、あの、なんだろう、いや、多分なんかマルチプレイはマルチプレイなりのなんかやっぱそういう動きがあるんだろうけど、俺もなぜマルチプレイはあんまやらないんで、こういう機械とか自由視点の YouTube とかじゃないと。そうなんですよ。なんかでも楽しかったです。そうですね、友達とやりたいな、これからも、うん、盛り上がりますし、ね、はい、はい、ということで今回は宿女にチャレンジしてみました。はい。